こんにちは、夏です。今回はアプリ紹介をしていきます。クラフトというアプリでデータベースアプリとして iPad と iPhone の情報を保存するのに使っています。有料版もあるんですけど、私は無料版を使っています。で、このアプリの好きな点が、とにかく操作がシンプルで見やすくて読みやすいドキュメントを作ることができます。で、写真の配置もとても美しくて見やすいです。必要最低限揃ってて、すぐに使いこなせたので、今回紹介していきます。で、こちらがアプリを開いた状態で、左にフォルダが並んでいます。この中にどんどんコンテンツを追加して使っていきます。で、そのコンテンツたちが右に表示されています。例えば、レシピ、ムービー、インテリアに分けています。で、もちろんテキストも打ち込めますし、トゥードゥーリストも作ることができます。トゥードゥーリストを作りたいときは、左スワイプして、選択します。で、スタイルボタンをタップ。で、ボックスのマークをタップして完成です。で、タップするとチェックが入りますし、2回タップすると×になります。で、実際に使い方を紹介していきます。で、無印のアレンジレシピをまとめたものなんですけど、リンクとか写真を私はどんどん貼って使っています。で、上段について説明すると、左からフォルダを一覧表示するもの。で、前のページに戻る、ページを進むです。で、虫眼鏡のマークは有料版のみなんですけど、ドキュメント内の検索ができるようになっています。で、右の点々からページスタイル、共有、そういった項目になっています。で、ページスタイルについてなんですけど、上段からヘッダー部分の表紙画像、あと、無印レシピって書いてあるタイトルの表示。あとは、文章だと間隔だったり、ページの幅。ワイドにするとページいっぱいに広がりますね。あとは、テキストなんかを変更する項目があります。で、表紙の画像は、タップするとカメラロール、ファイルアプリ、アンスプラッシュにもつなげることができます。で、私の作ったものを一つ紹介していきます。で、無印のレシピと書いてある部分がタイトルを入力する部分です。で、その下にレシピ名、リンクを貼って写真を配置するっていう風になっています。で、リンクはタップをするとウェブに飛ぶことができます。で、写真も綺麗に配置することができます。テキストの中にリンクを入れることも可能です。例えば、ウェブのページのリンクをコピーして、リンクを貼り付けたいテキストを選択します。そしてペースト。これで完成です。で、タップすると Web に飛ぶことができます。では、一つレシピを同じように作ってみたいと思います。このレッドカレーつくねで作っていきたいと思います。まずはタップしてテキストを入力します。で、次にリンクを入れたいので、ドラッグ&ドロップで配置していきます。で、続いて画像を入れていくので、同じくドラッグ&ドロップしていきます。で、レッドカレーつくねの部分を見出しっぽく太くしていきたいと思います。左にスワイプして、
スタイルを押すと見出しというボタンがありますので、そちらをタップする。そうすると太くなります。リンク部分のレイアウトについて説明していきます。今はレギュラーの状態なんですが、小さい、あとはカードっていうのがあって、カードは写真がメインになって見やすくなります。で、写真は画像のサイズを大きくできたり、枠にフィットさせることもできます。あとは Twitter のリンクもペーストが簡単です。リンクをコピーしてタップすると、右から2番目にペーストのボタンが出てきます。で、削除したい場合は左スワイプから削除ボタンをタップします。で、グループの作り方を説明していきたいと思います。グループにしたい項目を選択してグループボタンを押します。そうすると簡単にグループが完成します。で、こちらがグループになっている状態で、表示スタイルを変更していきます。スタイルからもっとというボタンを押します。今はページになっていますので、カードを押すと、表示スタイルを変更することができます。で、3番目以降がアップグレードが必要なので、無料版の方は最初か2番目のものを選ぶことができます。フォントを変えたり、背景色を変えることも可能です。で、表示スタイルが変わりました。タップすると中にコンテンツが入っている状態です。で、YouTube も追加することができます。共有からコピーでペーストボタンをタップ。これで YouTube のリンクが配置されました。で、プラスボタンからスケッチを押すと Apple Pencil も使用することができます。で、こんな風に手書き文字も入れることが可能です。で、あと共有もあるので、PDF だったり、他のアプリと連動することも可能です。以上、アプリの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。